にちは。地中熱って知ってる？今日はみんなで一緒に地中熱について学んでいこう。この写真は極端な気象による世界各地の影響だよ。一つは干からびてるし、一つは水に浸かってる。理由はいろいろあるが、地球温暖化も一つの原因ではないかと言われているんだ。地球温暖化の主な原因の一つに二酸化炭素がある。その課題を解決するのが二酸化炭素の排出を減らすことのできるエネルギー、再生可能エネルギーなんだ。例えば太陽光発電、風力発電、地熱発電などだね。その再生可能エネルギーの一つに地中熱があるんだ。土の中約10メートルより深いところは冬でも夏でも温度が一定で15度くらいに保たれているんだよ。それがなぜ再生可能エネルギーなの？ちょっと私についておいで。ここはずっと昔のお家みたいね。でもどうして地上より低いところに部屋があるの？そう、これは縦穴式住居という大昔の家だね。実は地中熱は昔から生活の中で使われていたんだよ。土を掘って地中の熱を利用して暮らしていたんだ。今度は野菜が地中にあるみたいだけど。野菜を保存する室や食品の貯蔵に地中の空間が使われているんだ。うん、美味しそう。今度はどこ？これはワインセラー。ワインの保管にも地中熱は役立っているんだよ。うん、美味じゃ。そしてお家やビルなどの空調設備に地中熱システムが使われているんだ。地上の熱と地中の熱を行き来させて利用するわけだ。夏の暑い時期は地上の熱を地中に送り込むことで部屋を涼しくする。冬の寒い時期は地中の熱を地上に取り出すことで部屋を暖かくするという仕組みなんだ。足元にある自然のエネルギーを使うなんて素敵ね。そうだね。足元にある地中を活用するから場所も選ばないんだよ。地上に室外機のある空調設備から排出される熱がヒートアイランド現象を引き起こす原因の一つだと言われているんだよ。しかし地中熱は熱を屋外に放出しないからヒートアイランド現象の緩和にもつながるんだ。みんなの街でも地中熱は利用されているんだよ。東京スカイツリーの一部や空港、駅のホームの待合室でも活用されているのね。地中熱のことがよくわかったよ。お家のエアコンにも使うことができる身近な地中熱に注目してみます。